こんにちは。ティナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日はコロナ終了でリモートワークも終了かという話です。今日は久々にお孫ちゃんのお迎えに来ました。長女夫婦はリモートワークからハイブリッドになったようです。今日はね、そんな内容でお伝えしたいと思います。今ねご覧いただいているのは、お孫ちゃんの、小学校に今向かう途中です。これがですね、この狭い道に、お迎えの車が大渋滞になるというね、これは前からそうだったんですけれども、そういったねかなり過酷なお迎えということがあります。子どもたちは孫をね、お迎え行くのに、毎日そういう目に遭っていたと思うんですけれどもね、今日はリモートワークからハイブリッドになったということなので、ちょうどね重なったところに今我々がピンチヒッターでお迎えに行くということになりました。アメリカの小学校はですね、コロナになって、親たちがリモートワークになりましたので、本来であればその後にね、学校が終わった後に、日本でいう学童保育みたいなのがあるんですよね。でそちらに預けて、会社が終わってからお迎えに行くということが可能だったわけですけれども、コロナになって、みんながリモートワークになったから、それはしないでですね、すぐにこれ3時なんですけどね、終わったら迎えに行くということをしなくちゃいけないということになったようですね。そしてねご覧のようにね、もう小学校入った瞬間に大渋滞ということになってしまいまして、これからね、子どもたちが出てこないとこの渋滞はね解消しないという、そんなところに入ってしまいました。なんとかピックアップしてこれから我が家の方にね一旦預かるということで、車の方を走らせました。お孫ちゃん2人のお迎え大変ですよね。本当重労働、2人とも時間がずれますので、結局のところこの場所の渋滞に紛れながら30分下手をすると1時間近くここで2人を待たなくちゃいけないという、非常にねこれ重労働ですよね。大変なね状況になっています。帰りの道もね大混雑です。本当大変だなと思いますね。さてね、日系企業が、ハイブリッドということで、オフィスに呼び寄せられたということを長女夫婦から聞いたんですけれどもね、まだ全部ではないんですが、全日ではないけれども、ハイブリッドということでね、呼ばれているということなので、アメリカの企業もそろそろリモートワークをね終了の動きがあるんじゃないかなというふうに思います。ちょっとあまり知っている限りの方々聞いても、リモートワークはそろそろ縮小傾向にあるということのようで、日系企業だけがそれを決断したというわけではなさそうですね。で、長女夫婦の方はね、コロナに入ってから車2台あっても無駄なので1台処分したんですが、この3年経ってからですね、また会社に来いと言われたので、結局また新しい車をね1台買い足したというようなことで、経済的にも厳しい状況だろうというふうに思います。さてね、アメリカ企業が今どんなような状況なのかというと、これはね一つの例として、これはディズニーですね、週4日の出社をしろという、そういうニュースが流れていました。やっぱりねこれうまくいかなかったんじゃないかなと思うんですよね。人それぞれで会社に来た方が能率が上がるという人と、通勤なしで家でやった方が効率が上がるという人と、いろいろ
あると思うんですが、やっぱりコミュニケーション取りづらさっていうのがね、マネージャーとしては考えてるんじゃないかなというふうに思います。さてね、こちらはね、実際今どのような意識調査であるかっていうのが、書かれているホームページなんですよね。でね、やっぱり、リモートで、51% がね、やっぱりオフィスの方がいいなって思ってるとか、いろいろ今度は逆に、オフィスに行ってかかっちゃったらどうしようとか、なんかそんなね不安があったりいろいろしてるようですね。なかなか難しいところだと思うんです。で、意識調査の中ではちょっと面白かったのは、やはりマネージャーの回答と、その社員の回答ですよね。やっぱりね、その辺がねちょっと違うというのがね、今ここに書かれていて、これ職種にも違うんで一概にどうこうとは言えないとは思うんですけれども、やはりね、こういったね、状況に陥ってるんじゃないかなというふうに思います。大変ね、今難しい状況ではないかなというふうに思うんですよね。そういうわけで、今日はこちらに来まして、そしてね、今度は子どもたちはね、家庭教師を今日は受ける日なので、これがね、うちの方へ家庭教師をね、来てもらうというふうに、段取りを長女の方がしたみたいですね。ですのでね、お家の方で、家庭教師をね、こう迎え来るのを待っていたんですけれども、家に着いたぐらいの時にですね、家庭教師が時間になっても来ないので、どうしたものかといって、長女の方に連絡をしたらですね、残念ながら、家庭教師の方は今日はね、中止ということだったようで、これね大変な話ですよね。どうやらね、なんか旦那さんがエージェントケアに行ってしまって今、行けないから今日は中止ですという連絡があったみたいですね。それでね、家庭教師の人は来なかったという。そしてね、もう一つおまけがありましてね、3年ぶりに会社へ行ったらしいんですけどね、行ったらオフィスに、仕事をする環境が整ってなかったっていうことで、これじゃ仕事ができないということを、伝えていたら、じゃあもう今日は帰っていいですよということでね、実はね早めに帰ってきたみたいですね。これはね、よりによって何か悪いことが重なった、悪いというわけではないんですけどね、面白いことが重なってしまいましたね。ということでね、今日はね我々が迎えに行ってもしょうがなかった日なんだと、そんなね、オチがねついてしまいました。今この映像から見るとね、この右側はね、今度ここ高校なんですよ。で、今ちょうどね終わったところで、高校生がどっと降りてきて、バスに乗る人とかね、自分で、歩いて帰る人、車で来てる人も高校生ですがいますのでね、そういった時にね、ちょうどねごった返した、そんな時間でありました。そんなわけでね、やはり小学生も中学生も高校生も、このね通学大変なちょうどね時間であったということでね、やはりね、子供は高校卒業するまではね、非常に手がかかる。もちろんね、それね、手がかかることはね悪いことではないですよね。次の世代につなぐわけですから、これもね一つね、親の責任ということでね、どうしなくちゃいけないことなんで、やはりみんなでね、孫たちを育てていくと、そんなようなねことをねしなくちゃいけないなというふうに思いました。コロナが始まった時にね、本当疎開を検討してたんですよ。でもね、こうやってね呼び寄せられたということを考えると、しなくてよかったなと思います。そんなこんなの、コロナ終了でリモートワークも終了かという話でした。
ご視聴ありがとうございました。それではまた、ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。